1時間は不遇なように見えてるけど、あ、1時間で映画、まあ前半は一応戦ってはいた。ここからね、いいゲーム。いきなり有利な場所でいきなりバーンされたからね。まあ、いきなり嬉しいね。発電機回らずに。まあ、しょうがないんじゃない？焦らないでね。僕らにはすごいこの、あれの癒しの音聞こえるけど、キラーってあんまり聞こえなかったっけ？だってあんまり聞こえなかったんだろうがね。まあ、バーベキリの対策動画なんでしょうね、入ってる。俺はもう来たら来たでしょうがねえなと思って、まあ、今はね、ないかもしんないし。多いよね。もうまく真似してる人って助けたくねえよな。ああ、スピリットだったんだ。正体が。紛れ事故になりかねないからね。もうちょっと、危険なところがあるときは逃げよう。ただ、ひとたまりもないというよりは、安心なところで発電機回した方が。しょうがないよね。ここら辺なかったっけ？あれ？最初の発電機。他のとこで回ってればいいな。3台くらい、残り2台で勝負したいけど。
誰が追ってるのかわかんないけど、そんなにこっち来ないね。安心なとこ探そう。まず行けるとこじゃなくて、あら、そっちかよ。何に動いてたんだろう。反応的には驚きだけど、そっちの方に行ったんだね。ビルジが回してるっぽいんだよな。ビルジがドワイトが多分トンネルするかもしんないけど、行くしかない。さあ、何してんだろう。今のって何の意味もねえんだって。あっちの人がフリーだから助けて、体勢整えて、元気な状態で助けに入んなきゃいけないのに、あんなことしてたら、ジャンプ気味だから、本当に、ちゃんとやってほしいよね、もう。ああいうプレイの繰り返しが、負けにつながるから、チームの。疲れるよね。ジャンパーって分かったから、もう。ジャンプ気味だから、来たらいい、戦うしかない。ここだけは多分フリーでいける。あとのところは分かんないけど。ここは最後の自分の責任持って、まあ、来たら逃げる。こういうのはもう、そっちに逃げる。なんとか逃げて、遠くまで引きつける。ここまで引きつけられれば女子。ケアマンが多いから、多分セルフケアとかやってるから発電機回んないんでしょ、予想以上に。俺みたいなプレイができる人がいたら勝ちなんだけど、ほぼ勝つ確率がものすごい跳ね上がるんだけど。なんで君たちが元気でいるか、セルフケアしてるからだよ。安全なところでそれやってる人と、危険だけど発電機回してる人だから、
差が出るんだよ。ビルジュン助けに来るのはありがたいけどね。あそこは知ってるけど他のとこ探そう。あそこのマークが厳しくなってる。他のとこ探そう。誰か発電機がない位置に引き付けてくれればいいけど、俺も一応仕事したよ。最低限の仕事はね。うん、まあ頑張ってね。まあ、多分治療しないと回んないんだろうね。一般的なもんだとは思うからね。俺、連勝の可能性あるんだよね。残り一つが重いような気がするけどね。この上を回してたのかな。これを見に行こう。回してたついたらこっち来ないはずがある。どこだ。音がわかんない。かな。こことかあんの。なん、あ、あれか。あ。あ、あそこ。やばい。あー。まあいいや。一人逃げられるでしょ。これはもう普通に逃げてほしいわ。これ逃げればいいだけだ。こっちにそれがあったけど、あのさ、なんかさ、取ってしまったんだけど。これ大惨事になってるって。いやー。老眼があんのに来てる人がいるから嫌なんだよな。老眼がある状態で来るってどういうことなんだろうと思いながら。老眼がある状態だっつってんのに言うこと聞かねえじよな。老眼って知ってる？ことの重大性を理解してねえんだろうね。抜けなきゃいけないの。こういう時にちゃんとやってほしい。自分のあれを試すためじゃなくて、チームのためにやってほしい。だからよ、もう、なんでこんなプレイするんだろう。なんでこんなプレイができんだろう。こんなプレイやってんだろう。とんでもねえよな。これなんでこんなプレイすったろう。いやー、こういうプレイ求めてないんだけど。勝つプレイを求めてんだけど。完璧に俺もわかんないんだけど。親の裏？
俺んとこにノーワンあったら、この、なんだ、なんて書いてんだ、これ。なんかの、おい。おいおい。これなんだよ、これ、一体。このアイテムがそこにあんだよ。これ何を取ったんだろう、これ。何今のアイテム。あぶねえ。霊障と、あ、これ何霊障ではないやつを送ってきたの。ノーワンとこの、見づらい。合わせづらい。これは、霊障じゃないやつがオーバーチャージか。あ、じゃあ、危なかったんだ、やっぱり壊すと。ってことは、最初に壊したやつが霊障だったってことなの？ワンパンとかで。知らねえけど、まあ。あれでよかったですね。危ないと。